道の駅阿蘇は、熊本県阿蘇市にある国道57号の道の駅で、ある。九州旅客鉄道法被本線阿蘇駅に、隣接している。すぐそばの交差点からは、阿蘇パノラマラインが、阿蘇座にながる。阿蘇ジオパークの拠点施設になっており、2014年10月20日に、正面に、世界ジオパークの看板が設置された。2015年5月22日には、 日本政府観光局から外国人案内所に認定され、その看板が正式に設置された。道の駅で外国人案内所の認定を受けたのはこの時点では63あったが、英語で対応できる担当者の常駐と広域の案内が必要とされるカテゴリーには当駅のみが指定された。なお、この認定を受けた時点では当駅には、英語以外に中国語と、 フランス語で対応できる担当者がいるほか、週末はベンガル語での対応可能な担当者がいた。また、2015年12月には、日本自動車連盟九州本部の一押し道の駅グランプリで、熊本県内で1位、九州、沖縄でも5位となった。地元の麻生赤牛を使ったハムや、ソーセージなどの畜産加工品や、弁当の特選赤牛への販売も行われている。 ありがとうございます。